一発で温まれ言うけど、あん中に入ってしばらく温まったことは熱なんだ。あ温まれ言うけど、温まったそうよ、腰をぬくめたらええのよ。腰よりも膝が痛いんや。どうしよう、よいしょと。よいしょと。裏草引きよったあれ。どこ？裏。裏はな。誰かゴソゴソしよんなもった。溝のとこやな、うん。上の山から葉っぱが。わかるわかる、うん。今朝見とったんやけども、うん、濡れとるときは嫌やけ思ってな。今日はまだ乾かんで。ペタッとくっつく。うん、乾いとった。でここのうん、なんかやれたな、うん、おひなりそうな、うん、早く、昨夜の雨だけでな、やおなっとってな。そうやろな、今まで固かったもん、あの、うん、雨の話。暑っ、いいでな。暑いか、汗かいても、そんな寒い、暑うて暑うて汗が止まらんもん。これしょったらぬく多かった。ここハゲとるぜ、ここ、うん、ハゲとりゃせんがヒゲがないよだけのこと。これ薄だったとこ、うん、いつからの配慮からここだけウィッグ黒いのつけたらよ、面白いここだけな、うん、いやからこれ難しいで、白もしが高ければ見えんがなしとこら背が低いからわかる、なんぼでも見える。14か、明日14やな、うん、ちょっと水汲んでこ、あとで水汲んでくる、水。
ょっと。体重測った？測らん。昨日一昨日測ったのかな。服着て測ってもがわ。毎日測ることないわよなんちゃ。違うで風呂入るとき服を脱いでから何キロかってみると正確じゃない。ああああ。そう。そがのことするかい。さっさと入って出ろと思った。確か94やった。風呂から出たら 0.1 増えとんやん。水、水分が頭増える。 0.1 増える。風呂入るとこの頭とか洗おう、水分締めろ、うん、100g がかかってくる。夏は多分水分入れたとか減ったとかによって2kg ぐらい違うと思う。冬はあんまり汗かかんやろ。夏も汗かかんけんな。夏は多分 2,3 キロ違うと思うよこの、うん、だから正確なあれが分からん。お母さんは汗かくんだここ、うん、流れるような汗が出てみたらいいような、うん、絶対で暑い時じゃなくて暑いとから出た時からガーッ出るんよ、うん。あのね、風呂の中よりも風呂から出たとき、出てから。なんか物からんな。3人食べた、なんか食べた、食べ、うん。今日動いてないけど、これぐらいでいいわ、ね、家事が多いんやな。何が多い？家事、今あの乾燥して家事が多いけど、うん、何よろ、うん、新しいぞ、家事が。今から今日はこうやって痛いよ、何用が連れて出なかんな。今日はおばあちゃん火事になったら、うん、痛いよ、何用が。痛いで、そこは痛いで、今絶対は言える間に絶対は、あの火事になったら今もうそれどころじゃないもん、うん、あ忘れるもん、あの火事場のバカ力いを、うん、忘れるぐらい力が出るんじゃない、うん。はあ、お菓子屋のリーチさんだよ、ね。お菓子屋のリッツァ、お菓子だけはお菓子屋のリッツァ、上品なじいちゃんじゃ、どんな色の白い白玉の細い、生きとったら130ぐらいかな、
なんぼか知らんが。ばあちゃんの上やろ。ほりゃ上よ。とことは1840歳ぐらいで今生きとったら。140歳おばちゃんメガネけた背の低いデポートになったおばちゃん。あれ、ようこさんどっから来た。ようこさん、あ、ひろっか、ひろこさんは。ひろこさん、うわ。うわ。そしたら、うちら、やっちゃんとひろこさんがうちへちょっと遊びに来たのよ。子供の時うん、いや、大人になってから。そしたら、まあ、ドバンコがどやろこやろ言うて、やっちゃんが言うたんよ、カエルのことをドバンコって。あんた、ドバンコ言うの中すんの方は言うて、それどが言う、音引き言う、言うたら、うわっはっって笑うってな。わからん。どっちにしてもわからん。何それ、カエル？ほうよ、カエルのことをドバンコ言うてな。で、上の方は音引き言ったんと知らん、分からん、両方分からん。はあ、あれ、ひろこさんとこの、あ、りょうくんか、この、うん、あれ何でしょう。りょうくんはな、松山家建ててな、うん、一つもの近く、うん、あ、仕事何しよったの、あれ。あれはな、あれ塗装に行きよったの。りょうくんと結婚したのは、あの、岡田の何しよな、一つ上の。あ、地元におったろ、でもしばらく。いやー、しばらくおったかどうか覚えてない。おったよ、だってその嫁さんが一つ年上の子やもん。うん、なんかそう、おったよ。で、松山のあの一つばのお母さんとか近くよ。ほな、あれやわ、ほな、あそこ住んどったら出たんやわ。出た。じゃ、違う、だから地元におったもん、嫁さんが、嫁さんと一緒に。で、松山におったいうことになると、その田舎を捨てて松山出たいことや。どうか知らんけど、家建ててな、割合大きな家建てとった、うん、そしたら建てて、あの誰やろよ、ふきさん言うとお母さん、あんたら知る前な、あのふきこいう野村の何やら旅館の娘じゃったんよ。そしたらな、ふきさんが来て、それが富士へ買い物に来てな、あのサニーへ買い物来て、おいお前、いやもう恥ずかしい。だ、それ不吉なんだ、どういう人、誰の誰なの。やけ、野村の旅館の娘ってや。いや、そんなこと言うんじゃないよ。そのなんで旅館の人が出てくるんだよ。だから長誰かと結婚したとか。それはりょうくんのお母さんじゃけ、お母さんの話しよるんだけ。りょうくんのお母さんはひろこさんやの。あ、あのりょうくんは知らん。誰のは違うんだ。誰誰のことよ。あのふきさんの子供。知らん、ふきさんの子供。誰それ、りょうくんのこと言うんだよ。だからりょうくんは地元のこと。りょうくんは知らん。だって一つ上の子と結婚して、その子おったおった、役場行きよったんじゃない。そうだろ、そうだろ。誰のこと言ったん、まあ、また言った。あ、違う、ふきさんの子供のこと思えた。ふきさんの名字何、名字言うとくのどうかな。名字はこのよ、あの、河野のひろむさんの娘じゃけ。知らん、だって息子じゃけ。あんたと年齢が違うなよ、知らんって、そんな。おかしい。おかしい。りょうくんといとこよ。そんな怒って言ったって、知っとるわけないの。りょうくん自体年上ないのよ、僕の。5つか6つ年上ないよ。知らん、知るわけないよ、そんなこと。りょうくん、りょうくん言うて言う。知っとるは5つまで、あの、かずや兄ちゃん同級生だよ。どうあんたかしら、あの役場行きよったけんな。それは知っとんやんけん、その結婚した子は学校の先輩やったけん、一つ上の。うん、いやだけど、それでりょうくんのことはわかるわけよ。うん、うん、なんで松山の子家建てるんやろうかと、不思議なこと、あ、変なこと言うしたの。私たちは福さんのことしか頭にないけん、りょうくんなんか付き合いが全然ないけん。自分が間違えたものをな、人がわからんのが悪いように言うたらいかんって言っとるわけ。悪いように言うわけんなから。そう、それが言った。もうあんたは素晴らしい人をな、小バカにしたわ。違うって、もういいや、違う、何言うたって小バカにしとけんな。坂之助もあんたと話しとったらな、もういいか、喧嘩になるけ、やめてやめて、やめやめよ、やめろやめろ。あ、これどこに置いとくの、蓋すんの、これ。あんた冷蔵庫入れて。よいしょ。どうした？
え、これ、あらら、よいしょ。9時か。あ、たたたた。